はい、どうも、なえです。なんと、私のチャンネル、登録者数が2000人突破しました。はい、そしてですね、僕前から考えていたことがあって、2000人超えたらチャンネル名をちゃんとした名前に変えようということで、なんとチャンネル名も変えました。前までは数学物理学を YouTube で取得、直哉チャンネルでしたね。そして今回は三つの木チャンネルに変えました。前のチャンネルは直哉チャンネルって言えばいいのだとか、数学チャンネルだとか、ちょっとチャンネル名が分かりづらい、そしてその略した名前でも言いづらいっていうことで、なんか固有の名前がない、そういった感じだったので、ちょっと僕の中ではモヤモヤしてたんですね。なので今回は振り絞って三つの木チャンネルという名前にしました。そしてですね、どうして三つの木かっていうと、僕の名字はですね、実は森なんですね。だから森の、 あの木が3つで、森チャンネルっていうとちょっと直接的だから、ちょっとこう変化球をかけたいなと思いまして、三つの木チャンネルにしました。あと僕自身もちょっと憧れがあってですね、その学問だったりとかパフォーマンスですね、パフォーマーとかパフォーマンス僕やってて、そしてもう一個ですね、最近興味が出てきたのがアート芸術分野ですね。そういったこの3つの、大まかに分けると3つのくくり、このくくりを自分の中でその成長させたい、自分の中でこの3つっていうものを役割をもとに頑張っていきたいということで、あの3つの木の、この木が3つですね、それを1つずつこう分野に当てはめているという感じでも3つの木っていう感じにしました。そしてですね、 YouTube のチャンネルアートの部分あるじゃないですか、ここも実はイラストレーターに頼んでデザインごと新しくしました。それがこちらです。はい、もうめちゃくちゃお気に入りです。このチビキャラですね、この僕をモデルにしたチビキャラなんですけども、あのイラストレーターさんにはめちゃくちゃイケメンマシマシで描いてくれって言ったので、それのそれ以上、予想以上にもうまく描いてくれて、僕も大満足ですね。はい、そしてちょっと学問なので、ちょっと宇宙をテーマにしてたりとか、星だったりスターですね、パフォーマーとかで、アートとか、この僕が最初に言ったその三つの木のその気持ちって言いますかね、その理念っていうのもしっかりと加わっていて、もう大満足の一品です。そしてこちらを描いてくれたイラストレーターはレイナさんっていうんですけども、その方のツイッターのアカウントはこの動画の説明欄の方に貼っていますので、ぜひフォローしてみてはいかがでしょうか。ものすごくですね、自分はこの方の絵が好きで一目惚れしてしまいました。はい、名前が変わりましたけども、もちろん数学物理学だったりとか、そういう学問系の、特に理数系に絞った学問系はどん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 上げていきますので、別に今までは数学の動画がなくなるっていうことでもないので、ご安心ください。そしてですね、パフォーマンスの動画もポツポツと上げていったりだとか、そしてそのアートですね、芸術分野でなんか創作してみたものをちょっとこのチャンネルで上げてみたいと思います。そしてですね、今サブチャンネルの構想も考えていまして、一応サブチャンネルは作っている状態なんですが、もう少しそのサブチャンネルの方も活動していきますので、そちらの方もお楽しみください。では今回はチャンネル名の変更のご報告と2000人突破のご報告を終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。